Hey, what's up? キャプテントラジローです。今回はファイナルファンタジー16コラボ内容特典まとめというテーマでお送りします。 FF14 の中で実装された FF16 とのコラボクエストの詳細と内容、もらえる報酬などをまとめつつ感想を言っていきたいと思います。FF16 やったことあるけど14ではどうなのという方とか、まだ FF14 やってない人もね、理解できるって内容になってるんで、ぜひ参考にしてください。ちなみに自分はまだ FF16 はプレイできていないんで、16をまだ遊んでいないものとしての視点として見ていただければと思います。それでは行ってみましょう。まずクエスト受注までの流れなんですけど、今回のクエストの受注条件がメインクエスト究極幻想アルティマウェポンをクリアすると書いてあります。これはレベル50にして最初のタイトルである神聖編をクリアするとクエストを受けれるようになるよっていうものなんですけど、これね、フリートライアル無料版でもここまで進めることは可能。レベル50は、ね、意外とすぐやけど、アルティマウェポンまで進めるとなるとそれなりに時間がかかってくると。どれだけ詰めてやるかによるけど、まあ、一般の社会人の方で1日2時間くらいだけ遊ぶっていうふうに考えると、まあ、約2週間くらいはかかるかなといったイメージで、休みの日に一気に進めればもっと早く終わるといった感じです。これで今回の F16 のコラボクエストが受けれるようになります。続いてイベント開催期間ってことで、イベント開催期間はね、先日の4月2日から来月の5月8日まで。クエストを受ける場所はウルダハの大型エーテライト出てすぐ。意外とね、開催期間が短いっていうところに注目で、すでに14を始めてる人は早いうちに、始めたての人やこれからねこのクエストのために始めるよって人は急いだ方がいいかもしれません。次に報酬や特典ということで、まあ、ずらっとこのようにあるんですけども、まずクライブの衣装なんですけど、めっちゃかっこいい。イベント報酬系の中でもかなりレベル高いと思ってて、 FF14 ってマントがついてる装備ってあんまり多くないんで、貴重なマント付き装備で、しかも染色可能で自分好みにカラーリングもできて、結構ね見た目で遊べるっていう印象。次にマウントのトルガル、でかい犬で背中に乗って走ることができます。で、顔はいかつめやけど、専用のねアクションとかしてみると、なんかこう気持ちよさそうにね、こうなんか笑顔になってて癒されて可愛い。そして連れて歩けるミニオンには小さい犬がついてくると。で、最後にオーケストリオンとカードですけど、これらはゴールドソーサーで MGP で交換可能で、全部取ろうとするとオーケストリオン1つで2万 MGP、 全10種で20万 MGP、 カードに関しては1つ20万 MGP なんで、全部集めようとすると40万 MGP 必要っていう感じで、結構ね厳しい内容になってます。自分はまだ FF16 遊んでないからね、BGM にそこまで思い入れもないんですけど、 FF16 を遊んだ人からすると結構欲しいと思うんで、オーケストリオンはさすがにちょっとね高いかなと。とはいえ FF15 コラボのレガリアに関しては、あっちがマウントがね20万 MGP 必要だったんで、マウントが無料で手に入るっていう点で見れば、今回のはかなり優しいのかもしれません。 MGP 集めて結構大変で、ここでつまずく人も多いんで、今回は誰でもマウントが入手できるっていうイメージかなと。で、次に FF14 がセール来てるけど間に合うかってことで、冒頭でフリートライアルでも追いつけるっていう内容を話しましたが、ついでといったらなんですけど、今 FF14 のセールが来てます。行月の最新タイトルまで入ってるコンプリートパックが 60% オフで、 PC、Windows 版で約2500円。 FF14 は月額料金で遊ぶもので、それが1月約1500円で、このコンプリートパックの中には1ヶ月無料の権利が入ってるんで、まあ、ここでマイナス1500円とすると、パッケージを実質約1000円で購入できるっていう超お得なセールが今来てます。ただこれの開催期間が短くて、2024年4月10日までとなってます。つまり今日からカウントするとあと1週間しかありません。仮に今から14をフリートライアルで始めたとして、アルティマウェポンのクリアを目指すってなると、毎日 3,4 時間の時間を取って間に合うかどうかっていうレベルで、 FF16 コラボのクエストをクリアしてから FF14 を課金するかどうかを判断するって人は結構時間が微妙かなと。なので、もし FF14 を始めようかなと少しでも思ってる人とか、 FF16 が大好きだけど FF14 気になってるんだよねって人もいると思うんで、まあ、そういった方は4月10日までにコンプリートパックを買っておくと、まあ、安心してゆっくり進めるってこともできるし、その後 FF14 を続けて遊ぶってなったとしたら、そのまま継続してプレイすることが可能だし、やめたければ課金を切ればいいだけで、まあ、どっちにしても購入するなら今がお得であると。で、 Amazon でも販売されてるんで、一応概要欄にパソコン版のねリンク貼っておくんで参考にしてください。イベント自体は5月8日までやってるんで、 FF16 のコラボをクリアしたいだけとかであれば、これから始めてもまだ全然時間余裕はあるかなと思います。
で次に今回の、クエスト感想をね話していこうと思うんですけども、あんまり話すとねネタバレになるかなと思ったんやけど、内容的にね全然話しても大丈夫かなっていうのと、まあ、そもそもイベントの内容自体が可能な限り FF16 のネタバレを控えているっていうことで、まあ、主人公クライブの触りの情報しか出てないといった印象でした。とはいえ、そうなんていう内容が出てきて、そもそも FF16 やってない身としてはそれがどこまでのネタバレ要件なのかわからないわけで、人によっては匂わせとかネタバレとか気にしちゃうのかなといった印象でした。とはいえ自分は大して気にならなくて、へえそうなんだってだけで終わったし、戦闘もアクション性があって結構ね今回面白かったなっていう感じで、すでに非課線で遊んでる人も新しい操作性で楽しめるんじゃないかなと。で確かに FF16 がアクション性が強いゲームっていう風に聞いてるんで、その要素を取り入れているのかは分かりませんが、まあ、この辺ちょっとね FF16 プレイ済みの方、まあ、どういった感じの関係性があるのかねコメントしていただけると嬉しいです。で最後に FF16 は今後プレイしていくかって話をやっていくんですけど、で今回のコラボのクエストやってみて思ったんは、16やりたい、いやね本当にねずっと気になってるんよ。大好きなファイナルファンタジータイトルが出てるのにまだプレイできてないっていう感じで、まあ、過去のね作品すべて触ってるのに16だけで、ね、ちょっとまだ遊べていないっていうのがあって、まあ、その原因がプレステ5っていうのがあって、自分はもともとねプレステ勢でゲームするならプレステのみで十分だっていう感じでやってた口なんやけど、最近配信活動とか動画編集含めてパソコン便利だなと思って、でさらにスチームとかでいろんなゲーム遊べるじゃん、しかもタイトル多いし安いし、ダウンロードコンテンツだからパッケージの管理もいらんしめっちゃいいじゃんってなって、逆にプレステで遊ばなくなったわけで、最近のね最新ゲームタイトルってパソコン版も一緒に出るってことが多いから余計にプレステ遊ばねえってなってて、まあプレステ5も出た時はね最初の購入しようとしたんですけど、まあ購入合戦に負けて買えずじまいで、まあ別に買えないならしょうがないかって感じで引いたって今に至るけど、今 FF16 がパソコン版で出るっていう話で、まあ、調べた情報だと今年の年内には出るだろうって話なんで、それなら今 FF16 のためだけにプレステ5を購入するのは、まあ、どうなんだろうっていうジレンマと戦っているわけですよ。いろんなゲームはね遊べるからいいんやけど、結局パソコンあるからパソコンでいいやってなりそうで、ゲーミング PC 最高じゃんっていう感じで、で話は添えたけど、まあ、FF16 はねプレイするつもりやけど PC 版出るの待ちかなと思ってます。で今 FF16 やってるとかやったことある視聴者の人に聞きたいんやけど、やっててどうですか、面白いですかってことで、 FF16 のねレビューとかを、まあ、YouTube とかで見るんやけど、褒めるってことがあんまりなくて批判的な内容が多かったりとか、あくまでもいろんなゲーム遊びまくっててゲームとは何ぞやみたいな追求した人の意見しかなくて、リアルの生活があって適度にゲームを楽しんでいるって人からすると、本当にそんなに批判したくなるようなゲームなのかって疑問に思ったことがあるんで、まあそういう話がちょっと聞きたいなーってのがあって、一応ネタバレは配慮してシステム面とかゲーム性などで意見ある方はぜひコメント書いてください。どうもね FF16 に関しては FF14 を遊んでる人とそうでない人で意見が分かれているのかもしれないんじゃないかなとちょっと予想してる部分があるんで、その辺もね気になるとこではあると。ちなみに今後16に関しては PC 版購入したら最初からね配信でやる予定なんで、振り返りたかったりとかやる気はないけど一緒に見れるって人はぜひ見てください。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ようそろー。